鉄道が製作使用した17トン積みに軸無害貨車である1964年から1971年にかけて2436両が改造により製作された廃車後解体を待つトラ9万系本形式はトラ2 3千0 0系及びトラ3 5千系の改造により紙の原料となる チップ輸送用の物資別的豪華車として製作された。見かけ比重の小さいチップを効率よく積載するため、木製の煽りと上部に金網の柵を継ぎ足した構造をしており、積載可能容積が大きいのが特徴である。種車の構造を引き継いでいるため、トラ4万5000系統と同様に、長さを減じて容積を増し、採石や石炭等、 粗積み貨物の場合の増積を可能としたことらである。無害者は基本的に濡れても構わない荷物を運ぶために使用されるが、チップは濡れると水分を吸って重くなるため、また飛散を防止するために雨よけシートをかぶせた状態で運行された。また、柵の形状や開放方式も扱い液の2役設備に応じて様々なバリエーションが存在する。 製造当初は、日本国内の山林で得られたチップを製紙工場へ運ぶために使用されていたが、鉄道貨物輸送の減少、輸入チップの比率増加などにより、徐々に使用されなくなった。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、213両が日本貨物鉄道に継承された。最後は、北海道の神屋町駅、 萩野駅間において輸入チップを輸送するために使用されていたが、後継車両の登場により、2002年までにすべて廃車となった。積載用途や荷主が限定された車種ではあったが、私有貨車ではなくすべて国鉄所有の物資別的豪華車として運用された。本形式は種車と構造によって三種に区分される。その状況は次の通りである。 トロッコ列車用に改造された車両の例また一部車両は国鉄分割ミニエカ前カ後にトロッコ列車用に改造され東日本旅客鉄道に10両東海旅客鉄道に3両が継承された JR 東海のものはトロッコファミリー号用として1996年まで JR 東日本のものは東北地区の臨時列車用として2000年まで使用された ありがとうございます。